ミハイル・ビクトロビチ・リツキーは、旧ソ連出身のピアノ奏者。モスクワの生まれ。5歳よりピアノをはじめ、1975年からクネーシン音楽学校でマリナ・マルシャークにピアノを師事。1978年からブラディーミル・トロップの下で研鑽を積んだ。1989年に全ソ連音楽コンクールで優勝。1991年の末にモスクワ音楽院大ホールで演奏家としてデビューを飾った。1994年には初来日を果たしている。1996年からモスクワ音楽院のエリソ・ビルサラーツェの助手となり、2003年に講師に昇格した。ミハイル・リットスキー。2017年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月4日閲覧。ミハイル・リツキー Discogs ハット。ミハイル・リツキー。2017年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月4日閲覧。ありがとうございます。